ツイッターとか YouTube のコメント欄でよく、ソータさんのイラストを採用するときの基準って何ですかって聞かれるんですけど、まず一つは、まあ、絵が上手いことですよね。まあ、わ、この人上手いなって思ったりとか、あとね、まあ別に画力関係なく直感的に、ん、これは採用したいってビビッときたやつと、あとはまあ、常識的に無断転載じゃないかどうかですよね。まあ、ノー無断転載という。あとは、いいイラストがあったら、その人のプロフィールを見に行って、恋人がいないかどうか。これが一番重要。たとえ、今話したこの3つの要素を全て満たしている完璧なイラストであったとしても、その人がリア充モンスターだと分かった瞬間、もう絶対採用しない。